はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、このマスクをしてね、有酸素運動をするとどうなるのかというお話をねさせてもらおうと思います。皆さんやはりね、痩せるためにいろんな努力してると思うんですけども、このマスクをすることによって、実質ね、脂肪の燃焼効果が高まるよっていうお話です。で、実際脂肪を燃焼するためにはね、もちろんカロリーをね使わないといけないんですけども、有酸素運動でカロリーを使うときにですね、ゆっくりな心拍数でできる運動と、少しね、息の上がる運動、有酸素運動ですね。どっちが脂肪の燃焼効果が高いかっていうと、ゆっくり動いた方がいいって昔は言われてたんですけども、今はだいたい心拍数の 60% ぐらいで動く方が、結果カロリーを使うので、長い時間やることによってカロリーを多く使うのは、強度が高い方の有酸素運動なので、カロリーをいっぱい使うイコール脂肪が燃えやすいというふうに言われております。だから昔はね、息が上がらない程度で走ったらいいよって言われてたんですけども、実際はちょっと息の上がる程度で1時間走るところを、ゆっくりね、ランニングするのを1時間走るところを、少し息の上がる強度で、2、30分ぐらいの方がベストと、同じぐらいと言われております。そこでですね、このマスクを使うことによって、やはり息苦しさが出てきますんで、息がね、しっかり上がりやすいです。ゆっくり走ってもマスクしてれば息苦しいんで、息が上がりやすくなって、心肺能力がね、マスクしないときよりもした方が心肺能力が上がります。その結果ですね、脂肪がより燃えます。ちょっとね、本を書いてあることを読みますと、強度の高い有酸素運動の方が体脂肪を燃やすと書いてあります。これはですね、心肺能力の機能の強化向上することによって、筋肉細胞のパワーハウスという部分が大きくなると言われております。で、そのパワーハウスっていうのは、蓄積されている体脂肪からその脂肪酸がパワーハウスでエネルギーとして燃やしてくれます。強度の高い有酸素運動はパワーハウスのサイズは増すので、脂肪がより素早く効率的に燃やされるようになります。ミトコンドリアは脂肪燃焼プロセスの最終値と言われてもいいでしょう。パワーハウスを大きくすることは脂肪の減量を安易にすることなのですと書かれております。いわゆるより息の上がる運動を2、30分続けれる運動なんですけども、その強度で有酸素運動を行うことによって心肺能力が上がって、パワーハウスのサイズが大きくなり、より脂肪を燃やしてくれるという体が出来上がります。そこでマスクをすることによって、よりね、心肺能力の機能がね上がらないといけなくなってくるので、マスクをすることによって脂肪燃焼効果が高まるということが言われます。筋トレの場合ね、マスクをしているとやはり筋肉に酸素が回らなくなって力が出なくなるんで、マスクをしないでやった方がいいんですけども、有酸素運動、例えば早歩きとかサイクリングとかジョギングとかね、ああいったのは軽くマスクをつけて、たまにマスク外してもいいんですけども、2、30分ちょっと息の上がった状態で有酸素運動を行う方がより脂肪が燃やされます。で、より脂肪がね燃やされる時間っていうのもありまして、それはやはり空腹時の朝、もしくは筋トレ後の2、30分というのがね、有酸素運動で脂肪を燃やすにはベストかなと言われております。結構今ね、やっぱりインフルエンザとか、風邪とかね、あとは PM とかね、あんなんで常にマスクをしている人多いと思うんですけども、なのでね、マスクも安易にしやすいかなという時代になってますし、運動の時にね、結構顔隠すためにマスクしてる人も多いんで、そこでね、私は脂肪を燃やすためにマスクしてるよみたいなね、アピールしてもバレないと思いますんで、ぜひ皆さんね、参考にしてもらって、有酸素運動するときはマスクをねして、有酸素運動をして、息しっかりね上げてもらうとね、脂肪燃焼効果が高まりますんで、ぜひ頑張ってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。自分なりのね解釈なので、もし違ってればコメントでいただけると参考にさせてもらいたいと思います。説明欄にもねブログ貼ってますんで、よかったら足痩せの興味がある人はご覧ください。タートルでした。